しもできんだよ 3D スミスでしょ、まあ、かなり置く場所限られますけど、まあ、なんでショールームなのでそういう風にもちろんね鍛えたいって方はもちろんなんですけど、ジムをね開きたいな作りたいなっていう人もこう来て、あこれマシンですよって。ちなみに今回のこの今日の昼間に着きましたという人限定でマシンの割り午前中ですね、午前の5時から10時までで全曜日利用可能、そんなプランで、月の会費は6600円でございます。で、またデイタイムプランというのがありまして、これ午前9時から夕方5時まで、こちらで月曜日から金曜日限定になるんですが利用可能でございます。6600円、はい。で、レギュラープラン365日24時間いつでも入会金と2ヶ月会費ね、2ヶ月会費がかかりますよという話でございます。で、大阪店オープン記念キャンペーンも、紹介プラン、他店乗り換えプランと同じく8800円月の会費ね、はい、でございます。で、またねこれなかなか他のジムでは聞かないかな、年会費一括支払いキャンペーンプランっていうのがあって、65,500円、これを要は年会費として納めてしまえばもう1年間365日、毎日24時間利用可能だ。要はだから8800円でしょ、8800円かける12だからこれは105,600円かかるんですよ、月々払っていくと。だから4万円ぐらいうちのが安いんですよ、年間で1ヶ月くらい払っちゃうと。でもこういうこのね、あの年会費一括支払いでキャンペーンを適で入ると1年間の在籍が必要だったりとか、あの他のプランでも何ヶ月在籍してくださいっていうような決まりがあるんで、詳しくは、アウンズジム福岡天神店のホームページご覧いただきたいと思います。でやっぱり嬉しいのがタンニングマシンがあることだよね。縦型のタンニングマシンが、タンニング使い放題月4400円です。これめちゃくちゃ安いです。あの僕がよく行ってたところとか、いろいろな日焼けサロン行ったことあるんですけど、とてもいいところなんですが、やっぱ1回3000円ぐらいしちゃうんですよね、キャンペーン価格、まあ、通常価格だと。それが月額4400円で使い放題ですから、1回10分、1日2回まで利用可能ですから、相当黒くなるよ大会前は。でジェルもね別途販売してたりとか、あと問題なのは食事もあったりするんですよ。冷凍で売ってるんですけども、あの筋肉食堂が出してるもう高タンパクなお弁当もそこで購入可能。トレーニング終わって今日の昼ご飯どうしようかな、ね、新種も美味しいよ、新種もとっても美味しいけども、ちょっと高タンパク弁当はいかがでしょうかということで、そんな弁当も買うことができますし、あとはウォーターサーバー、水もあるの、これが大きいよ。水意外とそのなんだろう、水素水とか最近流行ってるよくあるので、この水素水がずっとかかってそれ払わないとその水素水使えなかったりするんですよ。でなかなかね、あの無料でそのウォーターサーバーについてるところって大事だくらいですよ、しますね、水素水ブームなのかな、なんかわからないです。ここは無料で、はい、お水も飲むことができるというジムでございます。あとねちょっと待ってくださいね、ラウンズジム福岡天神店の紹介をしているんですけれども、そんな感じですね、漏れてないね、はい、ラウンズジム福岡天神店。ここがただやっぱ 3D スミスがね一番感動しますね。スミスマシンって本当安全なんですけど上下でしか動かないんですよ。このね 3D スミスがあるのって福岡の、僕知ってここだけ、福岡市内のジムだ、なかなかない、こういうところなんじゃない、じゃなくて何が見られたくないんだろうなと僕は思っちゃうんですけどね。なんかみんな頑張ってるから、いやなんかすごい応援したから、そういう人がね、だから何危ない使い方をしてたりしたらさすがにちょっと一声かけようかなと思いますけど、やっぱマシンの前でこうちょっとね使い方が分からず立ち往生してる感じの姿とか、それも含めて嫌な
下鉄あの上がってきてもうすぐなんで、あの電池化からね。そうだ、そういうのもあって、そういうので選んだ方がいいかなっていうふうにも思いますし、これからジム、どこにしようかな悩んでらっしゃる方がいたらですね、ぜひ福岡天神店、アウスジム福岡天神店、参考の一つにしていただければなと思います。ビジターでも痛いと、もうちょっと今違うジムに行っちゃってるんですけどもね、はい、今日は私はハムストリングスとお尻の日でございます。今日もあの街角を見に行こう。年齢が理由でご健康を諦めるご安心ください。満85歳まで加入できる医療保険 FW くらいは何とかしたいという方には入院1日につき1万円の医療保障、葬儀代で面倒をかけたくないという方には200万円が受け取れる死亡保障、いくつになってもがんは怖いという方には300万円を手に取ってご覧ください。全国の本屋さん、インターネット書店で発売中。絶対買ってね。ペガ競馬オフィシャルアイドル、馬手田の青木ひまわりです。鈴市のふるさと川柳、都市と自然、いいとこ取りの我が住処、都会へのアクセスも良好、自然もあって住みやすいいい街ですよ。今週は佐賀県鳥栖市を大特集。上海にあるスターバックスリザーブロースターは
シャルネットワークサービス Weibo のマイクロブログアカウントで新ドリンクメニューを発売したことをシェアし、その味に世界で隠されたドリンクが販売されたということなんで、いやこれ上と思ってんだけど、うん、これがあのラテに豚が入ってると思ってるからいけないと思うよ。そうだね、豚の、うん、あのコーヒーソースと聞いたらめっちゃ美味しそうじゃないですか。うん、豚の角煮ソースでしょ。豚の角煮にコーヒーソース、コーヒー風味の豚の角煮、美味しい。じゃあこう考えるとそう、やだよ、角煮を中心に考えたらいいんじゃない。ダメダメですね、うん。上海スターバックスのリザーブ格別美味しくもないと感じたということです。値段を考えると私は普通のラテにしておきます、言っております。このドリンクの価格は日本円でおよそ1400円。ソーシャルネットワークサービス上では当初これが本物の飲み物であることに不信感を抱く人が多く、今でも口コミが寄せられ賛否両論となっているそうです。なんでこんなわざわざ作るかな。まあ話題性だったらめっちゃ成功してるじゃん。僕らが取り上げてるけどさ、アメリカのメディアでも取り上げてるし、でもこれ本家のスターバックスが言うっすよ、こういうラテをテイスト作りますって。おう、本家でもそういうことですよね。あのイクラとか、はい、マダイとかカキ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 、いやダメだよ。カキ、そうだね、カキカキラテ、そうだね、そのあたりだね。いけるいけない。でも意外に合いそうなのか、醤油。まあコーヒーと醤油は似てると思う。なんか家族だと親戚だと。だってあのね、買ってあげるってどんな味って聞くだけ。SNS に載せたいからとか言っても。やんないやんないやんない。と思ったよ。僕の。福岡 90.1 北九州 94.0
する事故がありました。このため右側の車線が規制されていて、月駒付近まで3キロ渋滞しています。この影響で月駒の入り口や江ノ北の入り口が利用できなくなっています。関門橋は下り線の下関インターの先で工事が行われています。このため左側の2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。通行予定の方は前方の状況にご注意ください。この他の一般道路の状況です。福岡県です。国道3号線が高槻の北口付近から豊か1丁目にかけて断続的に長い本線からの車が渋滞しています。県道112号線は板付や半日橋2丁目で高槻駅方面に向かう車が渋滞です。さて今日から北九州市八幡東区を通る国道3号線の戸畑バイパス西交差点に横断歩道が設置されています。戸畑バイパス西交差点では信号や歩行者の動きをよく確かめてお通りください。日本道路交通情報センターでした。ありがとうございました。ゆきちゃんってさ、どんなタイプが好きなの？福岡生まれ福岡育ちで、福岡のことが大好きで、福岡のことを応援する。そうですね、聞く方を間違えてしまったはいですね、あの
なというとことでね、はいはい、ぜひこの演歌の夢祭りも、はい、うん、お期待いただきたいと思います。悔しいことを言うとお前はいろんなところで言うだろう。それを言うと、まあ、師匠の奥様ですね、お母さんの耳に入るんです。そしたら俺が怒られる。あ、そうなの。だから詳しいことは言えない。そういう曲だもんね。